方が薬局マジで No Doubt。 おいさあ、おがいかチャンネルようこそ。薬剤師のワジパブです。登録販売士のムです。はい、ということで本日はバイヤーセレクトのご紹介でございます。いや、バイヤーセレクトって言ったらね、ほんとなんかね、やばいやみたいなね。タラン、ナノコロナチュレペット消臭スプレーでございます。イエイ。実はこれ現物がちょっとサンプルしかやってくれて申し訳ないですけど、これで紹介しろとバイヤーが言ったので僕たちは手ではありません。バイヤーの責任でした、うん、聞いた話によるとすごいいい商品みたいで、ね、はい、初めてじゃないですかペット関連の商品を紹介するのは、うん、そう。どういった商品かというと、うん、ペット飼ってるとやっぱり糞尿とかをやっぱしてしまうことがあるので、うん、まあ消臭だったりとか、うん、殺菌、洗浄ですね、そういった部分で使いやすい商品がないかということで開発されたようです。100% ボタニカル除菌消臭剤になってまして、合成界面活性剤不使用なので動物にも人間にも優しい商品になってます。そう、すごい、うん、ペット関連もボタニカルなんですね、うん、もう本当にもう今の時代ボタニカル、ボタニカル、ボタニカル。これなんと大豆からできた天然成分が手荒れや環境の汚染などに心配なく汚れを分解してくれるものになります。大豆脂肪酸をナノテクノロジーとバイオテクノロジーにより界面化して汚れや菌にアタック。おお、だからこれが付着、汚れとかに全部付着してこう浮かせて汚れ、うん、あの匂いも、匂い汚れも除菌してくれると、はい、プラスあの再付着防止コーティング作用もあるみたいで、うん、置き換わった、コロイドというものが対象物の表面に、うん、まあ、ワンちゃんとかの表面について、うん、匂いや汚れの成分をまたつくのをね、抑えてくれると、はあ、ついでくれるという商品になってます。だから、なるほど、あの吸着もしつつ、汚れも取りつつ、うん、コーティングすることによってまたさらに匂いとかも予防できるっていう。なるほど。まあアンケートというか、そのまあ、動物に対してどういう効果があったかっていうと、スプレーを例えばあの尿シートとかにピッてやった時に、うん、やっぱ匂いがかあのつあ強かったりするとやっぱり動物も嫌がるじゃないですか。 それが 無臭なのですごい使いやすかった。あ、動物も違和感なく使いやすかった。それは大きいですよね、うん、それでしかもなんかその、ね、うん、成分がしっかり、ね、あの体に害のない天然成分ってところがすごく魅力的なんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういう部分で、まあ、今後のペット業界ではマストな商品になるんじゃないかなと思う。注目商品にはなりますよね、はい、ペットのいるご家族、ご家庭や、あとプラスあの小さいお子さんとかが一緒にね、うんうん、いらっしゃるところとかでも安心して、うん、あの使えるので、はい、そこは一番魅力的なポイントじゃないかなと思います、ね、はい、はい、実際にじゃあ使ってもらいましょうかね、はい、一応ね使い方がありまして、対象物ですね、菌の匂いがついてるところだったり、はい、ワンちゃんだったりそういうところにまず振りかけます。シュッシューと。で、はい、そして30秒から1分弱あの少しあの定着を待ってくださいってことだったので、はい、その間にこう汚れがどんどん吸着していくようなので、その後に買った後拭き取ると、少し待った後それを取ってあげる、拭き取ってあげるね、はい、拭き取ってあげると、まあ、匂いがなくなると。あ、無臭って言ったけど若干豆の匂いがするかも。大豆っぽい匂いが若干するよね。香りは、うん、あのしっかり匂ったら分かる。少しファッと変わるんですけど、そんな嫌 なんかこうツンとしたような匂いとかでもないし、うん、な木の匂いみたいな、なんかね自然な匂いがしました、うんうん、木の匂いというか、うん、豆の匂いというか豆の匂い、ほんとあのほぼ匂わないけど近づいた匂いぐらい、うんうん、なので気になる子、何かワンちゃんの自体にかけるのももちろんですし、うん、あとあの、まあ、ペットシーツが置いてある場所だったり、あのワンちゃんの部屋とかですね、猫ちゃんの部屋とか、うん、そういったものとかにもシュッシュッとかけて拭き取ると。なんか間違って目とかに入ってもそんなあの危険性があるわけではないみたいな、うんうん、無理してこうやって連打で入れる人はダメですよ。ちゃんとね押さえあの、はい、当てないようにはしていただきたいんですけど、はい、もうこれすごい、それだけ安全性が高いってね。そう、うん、ご利用者様の声とかで猫ちゃんのおしっこの匂いあの聞かなくて諦めてたそうなんですけど、うん、これをつけて匂いが消えたからもう手放せませんとかですね、うん、あと逆にあの使ってるご利用者のご家族の方が、まあ、手荒れとかそういう除菌とかしてるとやっぱ手荒れがどうしてもひどかったりするらしいんですけど、これを使ってからは手荒れというものもなくお肌もしっとりするので、もうこれは手放せないっていうふうに書かれてるようなかあのお声もあるので、はい、結構これいいんじゃないかなと思います、うん、さすがバイヤーセレクト。はい、はい、今回はナノコロナチュレペット消臭スプレーのご紹介でした。現品は写真を確認してください。あ、そうです、はい、でね、ちなみにあの取扱いの場所も
こちらの書いてるんですけど、鹿児島県の、枕崎犬猫病院さん、うん、福岡県の、まあ、福岡市にある上水通り動物病院さん、はい、鹿児島県の湯川犬と猫のクリニックさん、はい、こちらでも取り扱っているそうで、はい、であと大賀薬局の一部の店舗で取り扱っているので、はい、取り扱い店舗が少ないのでそこら辺は気をつけてください。そうですね、なのでちょっと確認していただいて、電話とかで問い合わせいただいても、はい、あの確認できますので、ぜひよかったら、はい、あのチェックしてみていただけたらなと思います、はい、スプレータイプの、500ml で1200円、はい、詰め替え用の 1000ml で2000円税抜きという形になっておりますので、うん、結構量も多くてね。そうですね、うん、あとデザインもシンプルなんで、何よりも皆さんの身を守るためにこういった良い商品を使っていただけたらなと思っております。はい、はい、今回は初のペット商品の紹介でした、はい、では今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良かったよ、使ってみたいなという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとインスタグラムやツイッターもやってます、フォローお願いします。お願いします。それではバイバイ。バイバイ。僕はペットじゃないよ。ワン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 。ファンマシードラッグ王が24時間よかとよ相談だけん頼りがいあろうがハーテンクロスがスローガン大賀薬局マジでノーダウン。ダメだ。